機動戦士ガンダムの大気圏突入で、富野監督は大気圏突入時の加速減速について熟しているにもかかわらずですね、逆襲のシャアでニューガンダムがアクシズを押し出すときは減速方向に押しているように見えます。アクシズを下後方から押して加速させるべきではないのでしょうか。まあ、何言ってるのかよくわかんないと思いますけれども、どういうことかっていうとですね、逆襲のシャアというですね、ガンダムのもう後の方になってできた劇場版があるんですね。で、そこで小惑星のアクシズっていうのを地球に落とそうとですね、ネオジオのシャアは企むわけです。で、それに対して、ガンダムはですね、そんなことはさせはしないって言ってですね、落ちてくる小惑星アクシズをですね、正面からガーンと言ってですね、ニューガンダムの力を舐めるなとか言って押し返そうとするんですけども、ちょっと待てと。富野さんこれ変じゃないかと。どういう状態かっていうとですね、小惑星が落ちてくるということはですね、速度を失って落ちてくるわけだから、速度を増やしてやれば、つまり逆にアクシズの後ろについて後ろから押し出してあげればですね、地球のですね、周回速度を超えてもう一回ですね、地球軌道、さらには外惑星軌道にまでですね、押し返せるんじゃないのかという、指摘なんですけども、その通りなんですよ。本当にその通りなんですよ。で、僕もね、絵コンテ読んだ時に、あれって思ったんですよ。あれって思って、富野さん絶対こんなの間違えるはずがないと。よく科学を知らないアニメ監督とかだったらですね、隕石が落ちてくる押し返すという描写は、これまでも本当に何百回もあったんですけど、そうじゃないと、あれ一番正しいのは隕石が落ちてきたら、やや後ろからですね、勝手にですね、地球の大気圏で、水切り石のように跳ねて、宇宙へ帰っていくわけですね。で、それが一番いい方法なんですけども、それができないかった理由は、アクシズがすごくでかいので、地球の、いわゆる何でしょうかね、地面に対して垂直に落ちてきた場合とかですね、いろんなことが考えられるんですけども、絵を見てる限り垂直に落ちてきてる感じでもないんですよ。これやっぱ後ろから加速した方が早いなっていう、この方が正しいなと思ったんですけども、もうね、そんなこと聞ける雰囲気じゃなかったというかですね、絵コンテもらって打ち合わせしてるのがもう本当に公開の何ヶ月か前で、これを今更富野さんに言っても、もう富野さんも分かっててやってる感があると。いや、岡田ちゃん、そんなことは俺は100も1000も万も分かってるけども、もう絵として見せるにはこれしかないじゃんっていうような感じがしたんですよね。っていうのは、逆襲のシャアっていうのは、無重力とかですね、モビルスーツのカタパルト発進とかに関しては、これまでのガンダムシリーズともう全く違う新たな科学交渉の段階に行ってるんですよ。例えば、モビルスーツが宇宙に出るときに、これまでだったらモビルスーツが何台も並んでいる格納庫の前の扉がバカーンと開いて、そこからモビルスーツが発進するんですよ。機動戦士ガンダムのホワイトベースもそうですよね。でも富野さんは、いや違うと。モビルスーツを一機ずつエアロックみたいなところに入れるんですよ。で、そういう風にしないと空気が無駄だろうと。確かにその通りなんですよ。すごい富野さん考えてるわけですね。無重力の班が格納庫の中を行き来するときも、例えばこの機動戦士ガンダムだったら、ただ単にぴょんと飛んで行ってるんですけど、そうすると、いつまで経っても足元が不安定で目的の場所へ行けるかどうかわかんないと。なので富野さんは、銃みたいなものを持たせて、その銃の先にですね、吸盤をつけて、吸盤を打ち出すわけですね。その吸盤にはワイヤーがついていて、引き金を引くとスルスルスルとそっちの方へ行くと。いわゆる、進撃の巨人の立体起動装置ありますよね。あれをですね、富野さんはもう数十年前に考えたわけですね。20年ぐらい前か。考えて、アニメの中でですね、使ってるわけです。だから本当に立体起動装置って、わ、すごい、これ面白いアイデアなと思うんですけど、それはもう逆襲のシャアでやっちゃってるわけですよね。これって僕は、SF 映画いろんな時代の、いろんな国のものを見てるんですけど、アニメを含めて見てるんですけども、無重力空間の中で本当にどんなものが必要なのかって言ったら、僕はその富野さんが考えた先に吸盤というかですね、磁石か接着剤かわかんないですがついたワイヤー付きの銃、それで自分の体を引っ張り上げる以上のものを見たことがないんですね。圧倒的な説得力と、おまけにアニメーションを見た小学生でも見た瞬間に原理となんでこれが必要なのかわかるっていう説得力と納得力を兼ね備えた本当にすごい発明なんですよ。で、ガンダムって昔のガンダムの時代からこういうもの、廊下を流れるですね、握っただけで進むバーとかですね、そういうものが多かったんですけども、なんか逆襲のシャアではもうそれが頂点に達してるなと思ったんですね。なのに、クライマックスの映像で、なぜ隕石を押し返すのかっていうところがですね。そこはね、なんかさ、ひょっとしたら富野さんには、いや違うんだよ、これこれこういう設定があってんっていうのがあったのかもわかんないんですけども、なんかね、僕はちょっとそこら辺、聞けない感じでしたね。かっこいいシーンなんですけどね、押し返すっていうのは、バンダイやサンライズに任せていたら、ガンダムとかアニメの状況というのが落ちてきてしまうぞと。で、自分はそういうものを、例えばその V ガンダムなりですね、いろんなガンダムを作ってやる張本人の側のシャア・アズナブルでありながら、ガンダムの力は伊達じゃないと言って逆襲のシャアで、なんだろう、それを全部ひっくり返そうとする富野義行、アムロレイというような見方もできるんでしょうけども、まあどんな見方をしても科学的にちょっと変なことに間違いはないですよね。